八木通史は、清長により編纂された八木制度に関連する史書。八木通史初集及び、近帝八木通史の領部から構成され、ヌルハ八以降の八木制度の成り立ち、組織の遠隔、関係人物伝について述べられている。1727年、妖精帝の命を受けたオルタイ等は、八木通史の編集に着手、後に、 初衆と称される師匠1739年に完成している。しかし記録の移動が認められたため1786年、建立帝は古典が党に命じ、建立年間の記録及び、初衆での移動記録の増法を行わさせ、1796年に成立、近帝八木通史と命名され、先に成立した八木通史は、 八期通詞初集と解題された。初集及び、二ともに八期制度及び、万州族研究の重要な資料の一つとされ、日本でも1965年に万文老研究会より、八期通詞列伝作品が出版されている。ありがとうございます。